皆さん、こんにちは。とりあえず自己紹介させていただきます。アイクロコーカムちゃんのナレットと申します。今年は31歳になりましたが、独身です。日本語が大好きで、2年間日本語を学んでいました。日本語があまり上手じゃありませんですが、中国の方は上手に話せます。アイクロ校舎に入社してから今までは約8ヶ月間です。最初は右も左も分かりませんでしたが、事務所の皆さんからのきちんと栽培してもらったおかげで、仕事がどんどん分かってきました。また、私の免許部は事業登録とビジネスコンサルティングです。しかし、仕事に関しては足りない部分がたくさんありますので、もっと頑張ろうと思っています。また、会社で働く雰囲気がすごくいいだと思い、この会社が本当に本当に大好きです。ところで、私の趣味はサッカーをすることと見ることです。また、私は優しい人ですが、私の行動は皆さんからよくゲイだと思われています。また、私はダンスもすごく大好きです。もし皆さんがダンスも好きなら、一緒にダンスしましょう。以上です。よろしくお願いいたします。